今回も私がこのマイクラの主導権を握っているようだな。私がレジギガスだ。結局前回のアスレチックは諦めたってことでいいの？諦めたってこといいですね。戦略的撤退とでも言っておこうか。アスレチック部門では最強に離れなかったということで、今回は普通にマイクラの世界でプレイします。レジギガスがプレイヤーな時点で普通じゃない気がするんだけど。でレジギガスも普通にマインクラフトの世界で行動し始めてるし、セブンがどういう感じでやっていたかは見ていたからな。ベルの事前アドバイスもあってやることは結構わかっているぞ。まずは作業台を作ればいいんだよな。レジギガスその通り。何この異様な光景。レジギガスが木にグーグーに迫りながら木を掘るって何なんだよ。おいセブン、木を切るときってこんなに窮屈なものなのか。あんたがデカすぎるんだよ。カメラワークわけわかんないことになってるし。でもさ、レジギガスがマインクラフターになったのはわかった。一体これをどこまで続けるんだ。それじゃあ今回の目標を発表しますか。今回の目標はエンダードラゴンの討伐。そこまでやっちゃうのか。このレジギガスがエンダードラゴンと対決するの？そういうことになりますね。エンダードラゴン対レジギガスの戦いが見れるってこと？そういうことですね。どうなるんだそれ。最強の道というのはいろんな道がありますからね。今回はマインクラフターの道を進んでみようと思いまして、これでエンダードラゴンを倒したらポケモンの中で頭一つ抜けられるぞレジギガス。押し任せておけ。なんとしてもエンダードラゴンを討伐してやるぞ。そりゃポケモンの中でマインクラフターになってるのレジギガスしかいないからな。よし、まずはツールを作らないといけないな。これが斧というやつか。それで木を早く切ったりできるぞレジギガス。そしてこれが丸石を早く掘れるようになるツルハシ。バッチリ予習できてるじゃん。待って、今気づいたわ。体力全然なくない？前回のアスレチックあんなに体力あったのに。いつもの私の半分ぐらいしかなくない？そりゃそうですよ。今回レジギガスのレベルは1ですからね。ほら、頭にレベルが見えてますよね。本当だ。喫茶鬼神殿の封印から解かれてすぐマインクラフトの世界に来ましたからね。あ、そういう設定なのね。この世界も封印されているよりはずっといいな。む、待てよ。体力がいつもの半分しかないってことは、これ鬼畜じゃね？そこはレジギガスの元の強さでカバーできるんじゃないですかね。いやレジギガスレベル1なんでしょ？防御力とか攻撃力とかいつも私がやってる時と変わんないよね。それでも私はエンダードラゴンを倒すぞ。エンダードラゴン、冷凍パンチしてたらすぐ倒せそうだな。完全にエンダードラゴン舐めてるな。多分そのうち痛い目に遭いますね。何してるんだレジギガス？草を刈っているんだよ。おかしいな、あいつものことだったら技マシンとか出ると思ったんだけどな。いやそれはめちゃくちゃ特殊なんだよ。種を栽培して小麦を作り、そこからパンを作るという知識も蓄えてますよ。もうとっくにマインクラフターじゃん。っていうか、木の実とか傷薬とかじゃないんだね。あれはあくまで回復用アイテムだからな。空腹を満たすわけではないんだ。なるほど、そういうことか。それで、種を栽培するには畑なるものを作らないといけないんだよな。それはクワというものを用いて、水辺で耕すことができる。確か耕すって技もあったよな。それをやるような要領でいいのか。耕すなんてめったに見ない技だし、そもそも覚えれないけどな。レジギガスが耕したら10メートルぐらい穴掘ってそうなんだけど。大丈夫ですよ、今回はちゃんと道具に頼ってますから。砂には種は植えれないぞレジギガス。そうか、じゃあこの砂の像はいらないな。スコップで除去するぞ。レジギガスの握りつぶすの方が早い気がする。ラテオス、珍しく水面に浮いてますね。ここの異様な光景を見に来たんじゃないかな。レジギガスが農作業してたらそりゃ見に来るわな。レジギガスが農家になるってどう狂ったらそうなるんだって話ですよね。私が狂ったとでも言いたいのか。いやそういうわけじゃないけど、こうして見るといつも私がやっている時よりちょっと視線が高いな。あくまでもレジギガス視点ですからね。こういう細かい作業はあんまりしてこなかったから慣れないな。そりゃ大陸を引っ張るとか大層なことしかやってなかったもんな。と言いつつしっかり畑製作はかどってるけどな。アークワが壊れたわ。もうこのぐらい耕せば十分だろ。さあ種をまこうレジギガス。めっちゃ順調に農作業進んでるじゃん。お盆の実ができるまで時間がかかるように、この種も小麦とやらになるのに時間がかかるようだな。シェイミがいれば一瞬で小麦が育ちそうなんだけどな。シェイミの花を咲かせる能力、小麦にも通用しますかね。そりゃ植物だからな。一瞬でなると私は思うぞ。ポケモン同士の会話ってこんな感じに広がってくのか。おっとレジギガス今度は地下に進出する気か。喫茶鬼神殿の中に戻るようでちょっと気が引けるけどな。それでもエンダードラゴン討伐のため、最強の道を進むためですからね。っていうかレジギガスそのデカさなのに幅1マスで入れるの？ああ、
そうやらこの世界で私の幅は1マスで十分なようだ。いやどう考えてもそのサイズ感じゃないんだけどな。結構窮屈だな。うん、私もそう思う。まあそれでも思ったよりは地下探索は自由に動けそうですね。狭いところに行ったら普通に身動き取れなくなりそうだけどな。僕は地下にすら入れないかと思ってましたもん。ただ縦の幅は多くいるんだな。視線が高い分身長も高くなってるのか。高さ4マスないと前に進めないことが分かったわ。高さ的にはちょっと不便を感じそうですね。喫茶鬼神殿がどれほど開放的な場所だったか思い知らされるわ。そりゃ喫茶鬼神殿と比べちゃったらね。私基準で洞窟も広くできないもんかね。そんな時空を歪めるなんてパルキアみたいなことできないよ。それじゃあパルキアを呼んできてくれ。そんなことできるわけないでしょ。ちょっとヤバいんじゃないかレジギガス。どうしたんだ、何がヤバいと言うんだ。もう暗くなってきてるけど。ああそうだな、敵が出てくるんだったっけな。全然敵モブのこと考えてないじゃん。私は強力な技を使うポケモンとバトルしているんだぞ。まだレベル1ですけどね。そんな私が漂って攻撃する敵モブに倒されるわけがないじゃないか。と言いつつ羊からしっかり羊毛を取ろうとしてるし。とりあえず夜は危険だからベッドを作って寝ろと入りましたけどね。その羊毛をこのモブが落とすことも知っている。私はマインクラフターレジギガスだ。全然攻撃当たってないぞ。そろそろ敵モブが出てくるんじゃないですかね。おっと左の方からゾンビが接近中。体力もいつもの半分しかないからな。実質一撃の威力が2倍ということか。そう考えるとこの世界結構ハードモードだな。何？ハードモードになっているとは聞いてないぞ。いや大丈夫だよレジギガス。そうか大丈夫ならいいんだ。このレジギガスめちゃくちゃ素直だった。圧迫かダメージ食らった。なんでそんな意外みたいな言い方をする。あ、いや、レジギガスも落下ダメージ食らうんだなって。そりゃマイクラの世界に入ったからにはそのダメージは受けるだろうよ。あの完全に夜になりましたけど。レジギガス、これやる順序間違えた感ありますね。何？私はどこで間違えたと言うんだ。ベッドと拠点を作るのが先だったかもしれないな。ああ、先に喫茶鬼神殿を作るべきだったか。なぜ喫茶鬼神殿に限る？普通に喫茶鬼神殿が恋しいじゃん。あとは原木から木材を集めれば、いったなんかミサイル針みたいなのが飛んできたぞ。やばいレジギガス、早くそこから離れた方がいい。どうしてだ？戦えばいいじゃないか。いややめとけ。なぜわかる？さっき攻撃してきたのはレベル100のウルトラネクロズマ並みの強さだからだ。おお、それは絶対に逃げないといけないな。素直に受け取っちゃうのな。確かに、遠距離から一気に私の HP を削ってきたな。敵の特攻種族値は130ぐらいあるからね。スケルトンの特攻ってそんな凄まじいものだったのか。そう考えるとその敵モブに立ち向かった私さては強いのでは。いやそうではないですよ主さん。なんてよ。水中に逃げるぞ。水中に入って大丈夫かレジギガス。あ、普通に泳げるのね。重すぎて水中に沈んでいくと思ったわ。さあどうするレジギガス。もう瀕死の状態になってるけど。あのウルトラネクロズマ並みに強いやつと戦っては歯が立たない。とりあえずあのウルトラネクロズマが来る前に原木を確保しなければ。ウルトラネクロズマが来るわけではないんだけどな。よし原木は取った。いや取れてない。レジギガス、大きすぎて木の下に行けない。そしてゾンビが来たぞレジギガス。ベル、こいつはどれだけヤバいやつなんだ。そいつは大したことはない。攻撃種族値がちょっとあるだけだ。特攻種族値はゼロ。遠距離攻撃をすることはない。動きも遅いな。素早さ種族値も大したことないみたいだ。となるとあのウルトラネクロズマをどうにかすれば夜でも生活できそうだな。全然さっきの原木が取れないんだが。ここでレジギガスのデカさが裏目に出るとはな。よしもう少しだ。早く原木を取ってベッドを作る。おい、何か後ろにもモンスターが出てきたぞ。のおい、また緑色の変なやつが後ろに迫ってたぞ。なんなんだあいつは。レジギガス、あの敵も要注意だ。なんだ、ウルトラネクロズマよりも強いのか。いやあのそのウルトラネクロズマ、スケルトンって名前なんだけど。あれはクリーパー。ポケモンで例えるなら。遅いマルマイン。なんかわかるようでわかんないな。近づくと大爆発するから注意な。マルマインのように自爆を趣味とする相手か。まさかマルマインもこの世界に紛れ込んでいたとは。いや正確にはマルマインじゃないんだけどね。なるほど、1日を通してみてわかったわ。この世界のモンスターたちは強い。確かに、このモンスターたちに勝てるようになり、そしてエンダードラゴンを倒せば私は最強になる。なんだアリアドスもこの世界にいるのか。よし、敵の一瞬の隙をついてベッドを作ることに成功したぞ。さあ寝ようレジギガス、もう夜は散々だろ。これほど強力な敵がそこら中にいるとは思ってもいなかったからな。これエンドラ討伐まで先は長いな。